どうも、バートナイスセナです。おっしゅーす。本日は、重大な謝罪と、重大なご説明がありますので、聞いていただきたいです。まず、重大な謝罪。ということで、頭は丸めさせていただきました。というよりは、まあ、刈り込ましていただいたというか、はい。事の発端は、とある日曜の午前3時33分に来た一件の DM からです。実際の DM 読まさせていただきます。インスタで窪塚洋介さんが読んでますよ。窪塚洋介さんがインスタでライブをされてて、自分にお声をかけていただいたということがあったようなんですが、すいません。いけませんでした、その日。結果から言いますと、寝てました。次の日に、もうこんなのは言い訳たらればでしかないんですが、次の日に、海鮮丼のアルバイトが控えてまして、寝てました。こんな光栄なことはありません。最近、窪塚洋介さんに憧れる男の動画というのを何本か出させていただいてまして、これをおそらく洋介さんが見ていただいてのお呼びだったという思うので、正直洋介さんが自分の動画をどう思って見ていただいてるか、どういう角度から見ていただいてたのかなっていうのは正直期待と不安のあるところでして、イメージすると褒められるイメージはありません。ただ、これだけは言わしてください。本当に学生時代からリスペクト、そして憧れは本物です。そして、今回は本当に、せっかくお声掛けいただいたのに、寝てまして、すいませんでした。そして、ご説明があります。このチャンネル、窪塚さんのおかげもありまして、1万人突破いたしました。もちろん、習字マンさんのお力もありました。ただ、習字マンさんには、迷惑系 YouTuber という汚名を着せられ、正直それに関しては自分ももう、飲み込めてるというか、噛み砕いて、終わったことなので大丈夫です。習字マンさんもおそらく必死だったし、何か言わなきゃと、そういう言葉になってしまったんじゃないかと思ってますんで、皆さん、習字マンさんを責めないでください。習字マンさんに悪気はありません。冗談です、多分。本気じゃ言ってません。
なので、シュージマンさんを攻撃するようなことは、決してやめてください。はい。そしてありがたいことに、1万人突破と同時に、広告をつける権利をも得ました。そこで、正直に、言わせてください。今、バイトと、仕事と、家賃のバランスがおかしくなってまして、さらに、ここに来て、頼みの綱だった一時支援金も自分の書き損じで受け取れないことが決まりました。バイトの比重がどんどん上がってます。そういう状況を全部加味して考え抜いた結果、広告をつけさせてください。ただ、無料のままです。アマプラさんやネフリさんにこのチャンネルが行くっていうお話はありません。この場所でこのまま、無料で、広告だけつけさせてください。それだけはご了承お願いします。常田、どうだ？すべて考えて加味して、今、一から全部もう一度自分の頭で再生してみたんですが、変更はございません。以上、バトナイスネアでした。チャンネル登録おっしゃーす。